それではアフラワーカップに出走するエールボアの橋口調教師です。よろしくお願いします。お願いします。もうトースポ動画をご覧の皆さん、もう我々はもうね、入球した時から先生からこれはいいぞと引き続けて、とうとう初登場となりましたが、はい、もう僕は怪物とか天才というふうに呼んできたんですが、だからといってちょっと成績は、つまずいたりもしてますが、ここまで振り返っていただいてどんな感じですか？そうです、まあ、でも頑張って走ってくれてると思いますね。前走なんか本当に強い競馬してくれたと思いますし、はい、ここまで本当に期待通り来てくれてると思います。馬っぷりもすごいですね。すごいですね。休ませて本当さらに良くなりましたね。今回、まあ、中山の1008という条件ですけども、はいはい、まあ、これ条件的には前走の、まあね、阪神で、そうですね、はい、まあ、同じようなコース形態、そうですね、こなしてますから、はい、問題はないかと思うんですが、はい、本当はエルボ自身の戦術というか、はい、レースなんですけど、前走は逃げて完勝でしたけども、はいはい、ああいう形がもうエルボアのレーススタイルなんでしょう。まあ、逃げにこだわるわけじゃないですけど、あの、まあ、どちらかというと、まあ、あんまり切れるというより長く癒しに使うタイプだと思うんで、前で、うん、だから、まあ、まあ、この間そんな、あの、逃げるような馬も他にいなかったんで、うん、ああいう形にはなりましたけど、まあ、どんな馬でも、そうですね、まあ、今度はなんとか逃げそうな馬もいますし、うん、はい、まあ、その次ぐらいでも競馬できると思いますけどね。まあ、あんまり切れ味勝負には持ち込みたくない。そうですね、はい、うん、まあ、ここをもし勝てば、はい、堂々とこの世代の、はい、まあ、トップクラスというか、はい、そこへ名を連ねると思いますけど、はい、もう十分その素質可能性は秘めてる。そうですね、はい、馬ですよねと思います、はい、髪型がすごい、これ可愛く編んでもらって、これめっちゃ可愛らしい、これあの僕らより、僕ら世代から上の世代やったら、あの大五郎ね、子連れ狼のひとしとピッチャンしとピッチャンいう大五郎思い出すような、ちょっと可愛らしい髪型してますけれどね。さあ、どうでしょう、可能性という意味で言うと、はい、距離が伸びてももちろん大丈夫だと思うんですが、はい、もちろんここ良ければ、はい、オークスというわけじゃなくて、はい、桜花賞も視野に入ってるんですよね。そうですね、桜花賞も考えています。うん、はい、まあ、その内容のあるレースをまず見せてほしいところがあるんですが、どんなレースを理想とされますか？そうですね、まあ、競馬上手なタイプなんで、とにかく強い勝ち方してほしいっていうのが、もうその辺のね、はい、もう勝ち方にこだわりたいと、はい、そのレベルやというふうにほんまに受け取ってええんやね。生意気すぎますからね。いやいや、でもこの馬っぷりちょっと見たらちょっとこれ、せっかくこっちの横から、横サイドから見てよ、これちょっと牝馬、この時期の牝馬とは思えないぐらいのスケール感あるもんね。そうですね、うん、あのちょうど先週、ご覧いただきましたフィリーズレビューの、はい、ラミエルと比べてももう対抗というか全体的なスケール感がもう全然タイプが違いますね。ラミエルちょっと小さい方なんでね、うん、どっちかというと。いや、ちょっとこれは本当、ここを買ってくれれば、はい、いよいよ本当に先行き恐ろしい牝馬になっていきそうですね。はい、もう本当先々楽しみになるようなレースをしてほしいですね。うん、はい、もうここまで強気なことは言っていただいて最後にもう一言っていうのも酷なんですが、はい、じゃあせっかくですからもう一言、強気に最後締めくっていただきましょう。はい、そうですね、もう本当に休養挟んで、すごく成長して帰ってきてくれたんで、強いレースをしてほしいと思ってます。応援よろしくお願いします。エールボアの橋口先生でした。ありがとうございました。